で、あの、なんだっけ、この、さその,時の、まあこの展覧会って1968年とかにやられてさ、これ、サイバーネティック・セレンディピティっていう展覧会で、これ、ググるとあの、この時の展覧会の様子とかも、なんかアーカイブが残ってて出てくるんだけど、まあ、人間の、人間の体と人間とデータの,あの間、つまりあの、コンピューターとアートってどうやって関わってくんだろうみたいなことを、 あのすごく考えてたような年代が68年ぐらいのことじゃないかなと。うん、であのそういうようなことをこう考えていくとですねあの、まあ、我々にとって何が今あったかっていうと、まあ、16世紀に、えっと、俺は神聖が脱硬直されたと思うんですよねあの。コペルニクスとかガリレオってコペルニクス的展開ってよく言うじゃないですかコペルニクス的展開あの。聖書に書いてあることとどうやら科学的事実があんまり合致しないらしい。さあ俺たちはやがて何を よりどころに生きていったらいいのかみたいなことを考え出したのが、まあ、このくらいの年代ででそうなった時に、えー、と神に頼らないであの哲学を作らないといけないんだけどそれで出てきたのは、まあ、例えばデカルトとか「我を思うゆえに我愛」みたいな「あ脱構築」とは簡,簡単に言うと分,分解して乗り越えて意味を持つみたいな感じかなで意味を持つ。 ただ単に分解したり解体するんじゃなくて一回構築したものをバラバラにしてからまた組み立てるみたいなことをあのすることがあの哲学において重要だみたいなことを、えーとまあ、20世紀哲学ですごいよく考えられてきてその中でこの脱構築あの再構築と脱構築、うん、ちょっと微妙に違うのはあの今あるパラダイムや今ある,あるそのスキーム、えー、となんだ今ある骨組みっていうのがあの一回その外に飛び出したりとか それ自体をこうあの乗り越えていくことによってあの我々の文化的営みが発展していくっていうような価値観だからまあ、脱構築っていったらまあ、なんて言ったらいいのかな、イノベーション、考え方のイノベーションみたいな言葉でいいのかな、そんな感じの捉え方をしてもらえるといいんだけど、で、現代版に、うん、当時の現代版に作り直すってことかな。 えっとまあ、細かいことはデリダの本を読めばいいんだけど、えーっとじゃあえー、分解して乗り越えていくみたいな感じ。で神様がいるかどうか分かんないから、じゃあ,まあちょっと人間中心にしようみたいなで。哲学を作ろう。そして人間の我考える上に我ありえみたいな。あの人間の示さや人間の営みっていうものによって科学とかを体系づけていこうって思ったのがこの17世紀の感じですよね。でそれによって まあ出てきたあの考え方が、えーとまあ、それと密接して出てきたのはまあ自然科学例えばニュートンとかベーコンとかがこう考えてきたあの中世の年金術だったものを年金術だったものをどうやってあのなんだ科学に体系立たせていくかっていうのが、まあ、17世紀時代のすごく重要なことだったつまり、えー、となんだ魔法まがいのことをみんなでやっててまじないまがいのことをやってたんだけどそれを科学技術にして どうやってまじないじゃなくしていくかっていうをどをみんなで考えていたのが、まあ、17世紀ぐらいのことです。で、そうなってきた後にまに、あ、19世紀になってくると人間性に関係していく人間ってこれ何なんだろうとかあの人間の考えることは何なんだろうとかあとその中であのどういうような道徳があるのかどういうような倫理があるのかみたいなことを考え出すのが、まあ、このくらいのことで。で、そうなってきて我々っていうのはまあ自然科学によってできた あの人間中心の世界観っていうのを持っていてで人間が社会を作り得てその中で社会学とかが生まれてきてつまり人間の行動とかがあのそれをどうやって乗り越えていくかもしくは人間の行動をどうやって分析できるのかみたいな人間主体の世界っていうのが、まあ、17世紀以降すごい広がってきたつまり神様と我々が分かれたのはこのくらいのことで。 もちろん信仰や宗教っていうのはずっと続いてくるんだけどあのそれを人間の思考や視座もしくは人間の考え方で乗り越えていこうってやりだしたのが、まあ、ここ400年ぐらいの並びですね今日は質,、まあ、質問流れてたら随時答えていこうかと思ってるんですけどでこの並びをずっとやってきてさであの今20世紀になってきて技術が魔術化したとこの魔術化ってテクニカルタームでさあのよくみんなあの 間違えるんだけどあのこれググると魔術家ってあの専門用語としてしか出てこないんだよね。あ例えばデカルトからベイトソンへっていう本が出てきたりとかあのどこかの人の白論が出てきたりとか、あの魔,術ってこ魔術家って言葉ってあの合理化とも言えるんだけど、マックス・ウェーバーの方に出てくる呪術家とか魔術家とか言われることなんだよね。これ専門用語でさ、あの魔法がどうのって話じゃなくて、単純に言うと技術の 中身がよく分からなく、おうお,うおう。ちょっと今のコメントが早すぎて読めなかった。想像力の力で膨れ上がった文面装置を。個人の日常生計の水準まで縮約し、化し、投下しようとして、夢が実現したんですか。あ,あ。じゃ、もう一回言って。<laughs> これ、これ俺もコメント見れんの、これ押せば。コメントは見えない。どれ。 えと個人妄想の力、想像力の力で膨れ上がった文明装置を個人の日常,た日常体験日常なんて、想像力の力で膨れ上がった文明の装置を個人の日常水準まで縮約して、投、え、下、ー、しようとした夢が実現したのはどれですかどれだろうなんか想像力の力ので れ上がった人類の夢を投下するっていうようなことはしてない、うん、で、えー、とあどっちかっていうとあのあの想像力が追いつかない程度に社会っていうのは技術的に魔術化していってつまり個々の専門性が大きく広がってたんだけど一個人が知れるような範囲っていうのはまあこのくらいとか、まあ、このくらいとかで。 あのどんどんあほぼブラックボックス化していくっていうような話ですでそれが投下されたっていうのは、まあこの辺の頃2 0二十世紀後半のことなんだけどこれが投下したからといって個人が想像が追いつくかって言ったら、まあ、想像つかないかなと思うなでえっ、ー、と専門文化が、えー、と想像力の範囲に及ぶかって言われたら想像もつかない範囲がここにあると思った方が多分いいんじゃないかなとなんか思うな で、まあ、それはいいんだけど、で、えー、っと、の技術がま術化して、で、その後あの人間知性が脱構築されるんじゃないか、つまり、われわれは今まです,すごい人が一人出てくると、そのすごい人が、あ、ダ・ヴィンチの時代は終わったってこと、いや、どうだろうね、それともこれとはまた話が別だと思うな。ウィキペディアには書いてないかな、逆に言うと、えー、っとヤフーチェーブクロで聞いたらどんな質問が入ってくるか、結構気になる。 啓蒙,啓,啓蒙のユートピアの無双を早いんだけどコメント読んであげて啓蒙のユートピアの無双を現実と思い込んでいる現代人はこれからいっぱい出てくるんじゃないかで、えー、っと人類知性の脱構築が多分ここで起こるんじゃないかっていうのが、まあ、今回の、まあ、ネタはネタですつまり えっと、我々、想像の共同体ってこと想像の共同体ああ、ああ、それはね、集合値って言葉に引っ張られすぎだ。えっと、今ある、えっとね人人間、人類知性の脱構築が起こると、我々って、えっと、まあ、そもそも我々って我々が中心じゃなくていいよね。つまり、えっと、今までずっと人間中心でここ500年くらい生きてきたんだけど、あの、そうじゃなくて、 あの人間第一主義な世界じゃないよねみたいな人間別に、えー、っと人間誰かが便利になるとか誰かが社会を良くするとか何かいいことに世の中がつながるみたいなことを中心に我々と別に生きてるわけじゃないよねっていう感じに多分なっていくはずのつまり人類知性っていうのが唯一知性じゃなくてあの多分コンピューターとかと親和しながらさあの 全体との社会をどうするかっていうよりはもう個別の現実をどう変えていくかみたいな話が重要になっていくと。そうなってきた時にあの 考えるあのことを誰がするのかって言ったら、それって今まではすごい人が一人出てきて、こうなんか世界変えてったんだけど、そうでもないようなことじゃないか、ミそしとて集合しでなされるから、我々ってってそもそも個人が考えてカリスマ的になるっていうことが終わるんじゃないかって思ってるわけです。そんなことをぼんやり考えているのが、この魔法の世紀って本で。